皆さんこんばんは。明るく楽しくマニアック、指揮作曲の徳岡直樹です。さて、皆さんすでにご存知のように指揮者の小澤征爾さんが去る2月6日88歳でお亡くなりになりました。もう改めてその生涯足跡をご紹介する必要もないくらいの、我々にとって親しみやすく真に国際的な活躍をされた指揮者として、我々の夢を現実にしてくれたと言いたくなる圧倒的な存在でした。各方面から小澤さんへの追悼の言葉というのが溢れ返っていますけれども、正直なところ私、ここ数年はほとんど指揮台に立つ機会のなかった小澤さんがこれほどに敬愛されていたのかというのを、わずかに違和感のようにも感じたんです。いやいや、個人的にはもちろん嬉しいじゃないですね、悲しいんですけれども、小澤さんもアンチに手ひどく叩かれた時期があった。知名度がある上、存在感が多すぎて、まるで小澤さんの演奏ぶりを批判することによって、俺って一歩先を行ってるんだぜという安っぽい優越感に役立つくらいに幅広く親しまれた存在でした。CD リリースも世界第一級のメジャーオーケストラで幅広いレパートリーがある。中には忘れがたい名演奏があるのも間違いないです。もちろん聞き手によっての好みはあるでしょう。私は聞き慣れもありますし、例えば、あ、小澤さんのブラームスの一番だったらこういう運びになるだろうなというイメージが存在しますので、斉藤記念オーケストラボストンとの来日公演での演奏を聞いてみて、ああ快活だなと思ったり、放送されたライブ音源でドレスデンやベルリンフィルとの演奏を聞いて、それぞれのオーケストラの伝統的な持ち味がプラスされて、あ、こういう風になるのかと、これまた別の重量感あふれる演奏を楽しむこともできるんですよね。そして若い頃 RCA に録音されたレパートリーで、後年ドイツグラモフォンフィリップスなどで円熟を迎えた小澤さんが再録音されたものと聴き比べることのできる曲もある。これも実は面白いことに、若い頃の録音よりも後年の再録音の方が生き生きとした演奏が多くなっている傾向もあると思う。私、1969年録音のオルフのカルミナ・ブラーナと1988年のこのベルリンフィルトの録音であれば、こちらの方がずっとフレッシュで、しかも音楽の把握や表現がしっかりしていていい演奏だと思う。オーネゲルの家系台上のジャンヌ・ダルクもそうじゃないでしょうか。そしてこれも軽々に言うべきではないんですが、レコード CD になっていないエアチェック音源で、まさに手に汗握る熱演も多い。特に小澤さんは聴衆のいるコンサートでこそノリの良い演奏を聴かせる方でしたから、ライブ音源はライブ音源としてきちんと整理して保存するべきだと私は思っています。私以前すでに小澤さんについての動画を作っております。これは去年、もう車椅子の小澤さんが小さな小さな動きで A 部門と序曲を指揮なさった動画を見た直後に作ったものです。ここで小澤さんの足跡、そして代表的レコードについてお話しいたしました。そして去る2月10日、私の土曜日ライブでは小澤さんの追悼ということで2時間お話しいたしました。そして ATM チャンネルとしましては、こういう録音も残されているということで、かつてアメリカに存在した CRAA という録音保存、コピーサービスをしていたグループで取り扱われていた音源を中心に、ATM ならではのアングルから小澤さんの足跡を振り返ってみようと思い立ちました。これらの音源って、極端に言いますと、小澤さんの演奏かどうか、まあ、確証のないものもあるのかもしれない。しかし、一応演奏記録として確かなもの、私が購入したものが中心です。こう言ってはなんですが、 CRAA の所有音源でも私くらい徹底して小澤さんの音源をオーダーした顧客っていなかったんじゃないかと思う。今日は小澤さんの歩まれた道筋をたどるという意味で、これらの音源を聞いていきましょう。さて、小澤さんが1位入賞された1959年9月のブザンソンの指揮者コンクール、私はその40年後の1999年と2001年にオーケストラとの本選会に参加しましたが、この9月の時期ってブザンソン市の音楽祭期間なんですね。様々なコンサートの催しがあって、その中に指揮者コンクールも含まれている。私の時は第一次予選はブザンソン市のオーケストラ、第二次からはフランス国立リヨンのオーケストラ、2回目はトゥールズキャピトルのオーケストラでした。
そしてここで1位となられた小沢さん、優勝の得点だったんでしょう。コンサートの録音ではありませんが、僕の音楽武者修行の中にもそれらしい記載があるんですけれども、ラジオ放送のための録音、つまりお客さんなしでラジオの音楽番組のための演奏録音が行われた。その一部はこのように最近 CD になりました。そしてこの CD には含まれていない録音、おそらくこれと同じく1960年12月に録音されたであろうフォレの劇音楽ペレアスとメリザンド組曲からの3曲、なぜか前奏曲と糸車の間奏曲、そして有名なシシリアヌだけで最終楽章のメリザンドの C がないんですけれども、この CD には含まれなかったこのフォレの中から糸車の場面をまず聞いていただきましょう。小沢征爾さんの指揮、フランス国立放送管弦楽団です。さて、この後の小沢さんですが、注目されるのは日本での活躍ですね。NHK 交響楽団との半年間に及ぶ活動の中で、メスヤンのトゥーランガリラ交響曲の日本初演。そして、これは今ほとんど語られることもないのではないかと思いますが、NHK の番組制作のためのバック音楽、BGM レコード。これ、当時の作曲家たちによる番組制作のための BGM 音楽集なんですね。例えばここに災害事故の音楽の一枚がある。これ見てみますと、台風、洪水、高潮、干ばつ、冷害、山崩れ、雪崩などなど、それぞれの事故映像に合うように作曲された数分間の作品。それも諸井誠、池野聖、そして竹光徹、松村貞蔵、そして富山雄三先生なんかが作曲された曲を、小沢さん、岩木さん、若杉さんなどの指揮者が室内オーケストラを振って録音されたものです。これ NHK の放送局内で使われるものなので、いつぞやご紹介した放送トランスクリプション版とは違って、日本国内の NHK の各支局、テレビ、ラジオともに番組制作の際に使われるものだったんでしょう。これまた一般に向けて販売されるものではなかったんですね。このバック音楽も全容というのはちょっとわかりません。竹光さんの作品だけは CD による竹光徹全集の中に収められたそうです。これ今日いくつか聞いていただこうかと思ったんですが、残念ながらどの曲が誰の指揮したものなのか、このレーベルの表記だけでははっきりしないんです。
私の手元に20数枚こうしたレコードありますけれども、今日は残念ですが、こうしたものがあるというのをお知らせするだけにしたいと思います。この後、1962年7月24日のメッシアンのトゥーランガリラ交響曲の録音。これコンサートのライブではなくて無観客の放送のための録音ですね。これ最近小沢さんの追悼ということで NHK で再放送されたようです。 LP レコードではこのように1986年ただ一度発売されただけですね。さてこの後小沢さんはカナダアメリカで指揮活動を続けられますが、私が聞いた中でちょっと象徴的だなと思ったのは、1965年7月25日相当早い時期のボストン交響楽団との演奏、これタングルウッド音楽祭でのライブです。ヒンデミットの弦楽と金管のための競争音楽、ベートーベンのトリプル競争曲、アイザック・シュターンやイストミンとの共演ですね。そしてフランクの交響曲二短調。これ小沢さんが心酔しておられたシャルル・ミュンシュの演奏によく似た傾向の演奏です。昔フジテレビで放送された日本フィルハーモニーとの若き日の小沢さんの指揮なさったベルリオーズの幻想交響曲の映像なんかありますけれども、指揮ぶりに時々ミュンシュが垣間見えるようなところがありましたよね。実際にはシャルル・ミュンシュは1962年8月のタングルウッドでのベートーベン第9でボストン交響楽団の音楽監督を勇退していますが、その3年後に小沢さんがこうしたフランクを聴かせているのは興味深いと思います。そしてこの頃の小沢さんは1964年から68年までカナダのトロント交響楽団を指揮しておられます。でおそらくその時期の演奏だと思うんですが、アルバンベルクの歌劇ルル組曲のさらに抜粋、そしてルドルフ・ゼルキンをソリストに迎えたブラームスのピアノ協奏曲第1番、ザラ・ネルソワとのミオのチェロ協奏曲、ブロッホのヘブライ教師曲シェロモ、マーラーの交響曲第1番などがあります。いずれもモノラル音源ですし、一度日本でも FM 放送されたことのある1965年10月1日のトロント交響楽団のロンドン公演みたいな上質のステレオ録音で聞くことのできる音源もあります。さてこの時期ですと、いかにも小沢さんらしいちょっと不思議なプログラミングのライブもあります。1966年9月のフランス国立放送オーケストラで、まずモーツァルトの交響曲32番、メッシアンの7つの徘徊、ドビュッシーの牧神の午後の前奏曲、そしてストラヴィンスキーの火の鳥組曲ですね。この音源私多分イナのサイトから買ったのかな。それ以前の録音と比べてみますと、この数年間で小沢さんの演奏というのが格段にダイナミックに革新に満ちたものになっているのがわかります。さて1967年といえば、ニューヨークフィルハーモニーの作曲依頼により竹光徹がノベンバーステップスを作曲し、小沢さんの指揮で初演されている。この初演コンサートではまず前半ベートーベンの交響曲第2番が演奏されたそうです。さすがにこの初演ライブを聞くことはできませんけれども、この当時のノベンバーステップスのアメリカ各地でのライブ録音というのはいくつか残されているようです。
例えば1968年8月6日シカゴ交響楽団ラビニア音楽祭でしょうね。ここでの驚くような高音質ライブがあるんですが、私これデータを確認したわけではないので、何か情報をお持ちの方、コメント投稿をよろしくお願いいたします。それから1969年11月6日クリーブランド管弦楽団とのライブ、1969年11月15日のボストン交響楽団との音源もあります。そして1969年4月といえばトロント交響楽団との日本公演がありました。この時の演奏、モーツァルトのリンツ、リハルト・シュトラウスのドン・ファン、竹光徹のグリーン、ベルリオーズの幻想交響曲などが NHKFM で放送されています。さてこの後はこの CRAA のカタログを主にボストン交響楽団との音源から面白そうなものをご紹介していきましょう。初っ端からユニークですが、1970年7月18日タングルッド音楽祭ですね、リリー・クラウスとの共演によるモーツァルトのピアノ協奏曲第20番のライブがあります。リリー・クラウスって思ったほど繊細な、その意味で女性的な演奏をするというわけでもないですよね。どちらかというとダイナミックで、聴き手に露骨にグッと勢いを持って迫る演奏の方が多いかもしれません。それから同じ年8月2日のヘンリク・シェリングとの共演によるバルトークのバイオリン協奏曲第2番、さらに8月22日ワイセンベルクとの共演によるラフマニノフのピアノ協奏曲第3番、ルトスラフスキーとバルトークのそれぞれ管弦楽のための協奏曲、これはどうでしょうね。私聞いてみたんですけれども、ちょっと重苦しいと感じた。ワイセンベルクのラフマニノフの3番の熱演といえば1980年81年頃でしょうか、バーンスタインの指揮するフランス国立管弦楽団とのこのラフマニノフのライブあるんですけれども、これは聞いていて飲み込まれるようなすごい演奏です。同じ頃の EMI へのセッション録音がありますが、それとは全く異なるものすごい体温の演奏です。1971年7月31日これまたタングルウッドですが、バイロン・ジャニストのプロコフェフのピアノ協奏曲第3番、そして竹光徹のカスヨペア、貴重な記録です。あとこれは最近ネットラジオか何かで放送されたものですよね。1971年10月21日アムステルダムコンセルトヘボーとのコンサート、ヨハン・クリスティアン・バッハのシンフォニア、竹光のレクイエム、アイブズの夕暮れのセントラルパークとベートーベンの7番、これも貴重な記録なんですが、小沢さんのベートーベンの7番であれば1975年2月5日のベルリンフィルトのライブ、これまばゆいばかりの演奏ですね。これ YouTube にありますので皆さんぜひお聞きになってみてください。ただし私の印象にあるもう一つの演奏、これ面白いんですけれども、この小沢さんの演奏のすぐ後だったと思いますが、モーシェ・アツモンが同じくベルリンフィルでベートーベンの7番を指揮していますが、これがなぜか小沢さんの演奏によく似てるんですね。当時勢いのある中堅指揮者がベルリンフィルを指揮して作り出したベートーベン7番ということで、何か相通するものがあったのかもしれない。あと1970年代には小沢さんがフィラデルフィア管弦楽団を指揮したライブ音源なんていうのもあるにはあります。高橋雄二さんのピアノによるクセナキスのシナファイなんていうのもありますね。リハルト・シュトラウスのザラトゥストラ、ベートーベンの第5、ラヴェルのマメール・ロア、エドガー・バレーズのハイパープリズム超分光器、マーラーの1番、アイブズの4番、石井真紀さんの遭遇2。小沢さんのようにレコード録音のあれだけ多い指揮者でも、実際のコンサートではこんな幅広いレパートリーを指揮しておられたんだなと思いますよね。まあそれを一応音として聞くことができるわけですから。さてちょっと脱線しますけれども、残念ながら小沢さんが録音されないままだったいくつかのレパートリーについてお話ししたい。その最大のものはヴェルディのレクイエムです。これ今では実際にはいくつかのライブ音源を聞くことはできます。しかしボストンでも、それから斎藤記念フェスティバルでもものすごい声楽キャストを組んだ上演があって、その上演に合わせてレコード録音が予定されていたのに、小沢さんの体調不良で結局正規の録音セッションは行われなくなってしまいましたよね。
ボストン、ウィーン、ベルリン、フランスでもいいんですけれども、もしフィリップスで盛んに CD 録音をなさっていた時期に、このヴェルディのレクイエムも録音されたらどんな演奏になっていたかなという気がします。そして意外にもブラームスのドイツレクイエムも、あれだけブラームスのオーケストラ曲を指揮された小澤さんが正規の録音を残されなかったものです。1978年7月7日のタングルウッドでのライブがあるにはありますが、より良い状態の演奏録音聞いてみたいですね。そしてこれは小澤さんの趣味に合ったかどうか、個人的にはラフマニノフの交響曲第2番、この曲も録音してほしかったですね。ちょっと不思議なんですが、このロマンティック壮大なムードにまさにぴったりに思えるバーンスタイン、小澤さん、そしてロストロポビッチも含めて、この3人の大指揮者いずれもラフマニノフの第2交響曲録音してないんですね。小澤さんにボストンあたりで演奏を録音してほしかったと思うんですけれども、確か小澤さんは交響曲第3番と交響的舞曲は演奏しておられたと思います。そして貴重な録音といえば、1977年12月2日に秋山先生がボストン交響楽団でラフマニノフの第2交響曲を指揮しておられます。この曲がブームになるちょっと前ですよね。これすごくフレッシュな、しかもクールでいい演奏です。そしてあとオペラではやはりアルバンベルクのウォゼック、ウィーンでも斎藤記念フェスティバルでもいいんですけれども、きちんと全曲を録音していただきたかったですね。そして小澤さんが指揮なさったのかどうかわからないんですが、同じベルクのルル、まあできれば3幕版全曲を聴きたかったですね。さらにシェーンベルクのモーゼとアロン、私ショルティブーレーズの新しい CD レヴァインの演奏なんかで聴いてるんですが、これ小澤さんが演奏されたらどういうムードに仕上がったのかなと思う。小澤さんの指揮なさったメスヤンのアッシジの聖フランチェスコのライブなんかを聴いていると、おそらくベルク、シェーンベルクの複雑なスコアを小澤さんが見事な統率力の演奏に仕上げられたのではないかなと思えてくるんです。あと意外な交響曲レパートリーでいうとシベリウスですね。あんまり指揮していないと小澤さんご本人がおっしゃってたと思いますけれども、斎藤記念オーケストラとのブラームスの4番なんかを聴いていると、シベリウスでも4番、6番、7番とかきっといい演奏になったんじゃないかなと思うんです。はい、引き続き小澤さんのライブ音源を見ていきましょう。これ私いい演奏だと思いました。1973年8月12日ロンドン交響楽団を指揮した火の鳥の全曲版、これは見事な演奏でした。でプログラム後半がレオニード・コーガンと共演したショスタコービッチのバイオリン協奏曲第1番、まあ、これ面白いんですけれども、このコンチェルトのいかにもという凄まじいライブは他にもありますし、やや明晰すぎ、明るすぎて、ちょっと期待したのとは違う演奏に仕上がってるような気がしました。ただ小澤さん・コーガンという組み合わせは珍しいですよね。あ、それからこれもぜひご紹介しておきたい。1973年10月17日のベルリンフィルトのラヴェル、ダフニスとクロエ全曲です。これも圧巻の演奏です。そしてこの演奏、指揮者の臼木正人先生の弟さん、あの伝説のティンパニスト、山口十郎先生がちょうどベルリン留学中で、まさにこの小澤さんのダフニスとクロエにも打楽器奏者のエキストラとして出演されています。これも大オーケストラとコーラス、そして会場に居合わせる聴衆をも巻き込んでいく、あの当時38歳の小澤さんのものすごいパッションと集中力ですね。これはなんとか恒常的に聴けるようにしてほしい記録ですね。あとこれもちょっと珍しい組み合わせでもないかな。1974年3月15日ボストン交響楽団とのコンサートでポリーニとのモーツァルトのピアノ協奏曲第23番、そしてストラヴィンスキーの火の鳥全曲ですね。その次、これも伝説の記録ですね。1974年6月11日この頃ってパリ郊外のサンドニ、私がパリで最初に下宿していたところなんですね。ここで音楽フェスティバルが開かれるんですが、1974年のフェスティバル、小澤さんはフランス国立管弦楽団とマーラーの8番1000人の交響曲を指揮しておられます。このライブ音源が残っています。でそれからずっと後のことになりますが、
ドイツグラモフォンで CD 化されたオーネゲルの家系台上のジャンヌ・ダルクもこのサンドニーのフェスティバルの上演ライブだったと思います。で、小沢さんのマーラー1000人というと、その翌年1975年9月19日にはベルリンフィルでもこの曲取り上げておられるんですよね。そして1975年といえば6月のサンフランシスコ交響楽団との日本公演ですね。ここでもラヴェルのダフニスとクロイ全曲があるんです。そして私、カナダトロントの来日公演だったか、この1975年のサンフランシスコ交響楽団との来日公演の時だか忘れてしまったんですけれども、 NHK はこの時一晩丸々のコンサートを中継したんですが、その番組中なんとたった1回しか小沢さんの名前をアナウンスしなかったという話が残っています。 N 響事件の余波だったんでしょう。それまでにも NHKFM では小沢さんのレコードを一切放送しないとか、いろいろ語り伝えられている話があるんですけれども、小沢さんが指揮するコンサートを中継しながら一体どのように指揮者名をアナウンスしないで番組の最後にポツリと指揮は小沢誠二さんでしたという付け足しのような告知をしたのか。私、トロント交響楽団、サンフランシスコともに当時のエアチェック音源を初演してるんですけれども、残念ながらこのアナウンスは聞くことができないんです。はい、そして1976年以降もボストン交響楽団との現地ライブというのは相当数残されています。小沢さんの得意のレパートリー、多彩なソリストの協奏曲録音もあります。例えば1976年2月19日と2月21日でロストロポービッチと共演した2日違いのドボルザークのチェロ協奏曲なんかも残されています。これも私、いずれじっくりと聞いてみたいと思ってます。で、このすぐ後ですね、小沢さんが確かこの時初めて指揮なさったバッハのマタイ受難曲を、ソプラノはエリー・アメリンクですね。この時小沢さん、途中に休憩を入れてしまったのが心残りと言っておられました。これがボストンの本公演で1976年4月16日、そしてタングルウッドでの8月29日の2種類の録音が残されています。そしてこの前生放送でお話しした小沢さんのワーグナーの名演、1979年8月12日のタングルウッドでのワルキューレ第1幕、コンサート上演形式ですね。これは聞き物でした。そして1980年代に入るとベルリンフィルとの音源というのが盛んに放送されるようになる。つまりは小沢さんがベルリンフィルの指揮台に立たれる機会が増えたということですよね。こうした動きがやがては小沢さんがカラヤンの後継者としてベルリンフィルを受け継ぐんだといった噂話に結びついていったのかなとも思うんです。1980年2月7日ピーター・ゼルキンとのブラームスのピアノ協奏曲第2番、そしてストラヴィンスキーの春の祭典、1982年6月22日アルゲリッチとのラヴェルのピアノ協奏曲ベートーベンの7番、1982年6月27日ツィンメルマンとのショパンのピアノ協奏曲第2番、ベルリオーズの幻想交響曲、1983年6月10日ギドン・クレーメルとのシベリウスのバイオリン協奏曲、ブラームスの交響曲第4番、
1984年6月15日、マーラー編曲のバッハの管弦楽組曲、ブランデンブルク協奏曲第5番、メスヤンの異国の鳥たち。1984年6月19日、アルバンベルク叙情組曲の3つの楽章、セムリンスキーバリトントオーケストラのための交響的歌曲、ブラームスの第1番。1984年12月18日、ベルクの7つの初期の歌、シューベルト未完成、ヴィクトリア・ムローバとのメンデルスゾーンのバイオリン協奏曲、そしてフィンガルの洞窟序曲。すいません、ちょっとキリがないのでここまでにします。もうこの時期の小沢さんの指揮活動ってすごいです。人間技とは思えない、ものすごい集中力と凄まじい努力の結晶だと思う。英語圏を出てヨーロッパの伝統的カラーの強いオーケストラと多彩なボストン時代とは傾向の異なるプログラムを積極的に指揮されるようになりました。それを日本で垣間見ることのできたのが1986年10月30日、サントリーホールで初めてベルリンフィルと演奏されたリハルト・シュトラウスの英雄の生涯の見事な演奏でした。そしてこの2ヶ月前にザルツブルクでウィーンフィルとも英雄の生涯を演奏しておられるんですよね。これもいい演奏なんです。オーケストラのキャラクターやサウンドがどう残っているのか、そしてなおかつ小沢さんの持ち味がどう発揮されているのかを聞く楽しみがある。それ以後、例えば先ほど出てきた曲ですけれども、1988年8月20日ザルツブルク音楽祭でのウィーンフィルトのオネゲルの家系台上のジャンヌダルクなんていうのもあるんですよね。これちょっともどかしいと言いますか、オーケストラがウィーンフィルらしいすごく丸みのある響きを聞かせていて、全体がグッと古典的に聞こえるという面白い記録なんです。いや、まだまだちょっとキリがないので今日はここまでにしておきたいと思います。それにこの時期の演奏になるともう動画中では引用できませんし、カラヤンやバーンスタインと同じく、例えばウィーンフィルでの何回かのコンサートがあって、そのうちある日の公演が放送のために録音されて、さらにその数回のコンサートが編集されてライブ録音の CD が発売されるというパターンになった。1990年代、我々はこうしたリリースを追い続けることで小沢さんの活動ぶりを驚嘆を持って見守ることになっていったわけです。私、ボストン時代の演奏ももちろん好きなんですけれども、やはりこうした古くからの伝統を持つオーケストラとの同じレパートリー、同じ曲の聴き比べって面白いですよね。先ほどもちょっとだけ申し上げましたけれども、これもどちらがいいというのではなくて、同じ小沢さんが違うオーケストラを指揮されることによって、具体的に演奏上のテンポとかダイナミクスとか響きの間の取り方とかっていう違いが面白いんですよね。簡単に比べてしまってはちょっと申し訳ないですけれども、私、斉藤記念オーケストラって非常に優れた機能を持った素晴らしいオーケストラだと思いますけれども、晩年の小沢さんが SKO を指揮なさった録音の数々、私ちょっとアバドがルツェルンで成し遂げたような演奏と近いムードがあるんじゃないかなと思う。クラウディオ・アバドで言いますと、私が一番好きなアバドの演奏時期って1980年以降、ちょうど日本にスカラザと来たあたりからベルリンフィルを手中にして古楽演奏を具体的に取り入れるようになる前までなんですね。ここにはまだ格闘しているアバドの姿っていうのがある。小沢さんの演奏にも似たような傾向があるんじゃないかなと思うんです。さて、最後に ATM ドロマニコーナーに変えまして、私が今に至るまで探し続けている小沢さんのライブ音源というのをご紹介します。これらの録音にもし心当たりがあるよという方、ぜひ連絡をお待ちしております。はい、エアチェック音源、ラジオで放送されるのをテープに収めると言っても、実はそのシステム、アンテナ、チューナー、テープデッキ、テープ、何よりも放送の受信状態でその記録される音というのはまるで違ったものになり得る。そして小沢さんがベルリンフィルを指揮なさった録音であっても、全部が全部日本で放送されたわけではないんですね。実は先ほどご紹介した1984年のベルリンフィルの客演の中でも重要な演奏が日本では放送されなかったんです。まず1984年6月23日24日ベルリンフィルを指揮したメンデルスゾーンのオラトリオエリア、これ小沢さんが2000年以降でしたっけ、再びベルリンフィルで指揮された演奏ではないんです。1984年9月号のレコード芸術、このベルリンの小沢誠二という記事を引用させていただきます。合唱に聖ヘドヴィヒ大聖堂合唱隊、独唱者にはベンジャミン・ラクスン、ペーター・シュライヤー、エリス・ウィーンズ、キャサリン・シエジンスキーが参加した。渋いレパートリーにもかかわらず、当日券売り場は長蛇の列で、会場にもいつにない熱気が溢れていた。
ベルリンフィルの力量を示すといった曲ではないが、ソロの大半を歌ったラクスンが講演、大合唱も見事な仕上がりで、小沢は多少退屈なところもないではないこの大曲を打てば響くようなオーケストラに支えられ、また後半はアンプで振るほどに曲を消化しきって聴衆の耳をそらさなかった。天使のコーラスをフィルハーモニー最上階から文字通り天の声として歌わせる演出もよく生きていた。終演後、全出演者に拍手が惜しみなく送られたのは言うまでもないが、アンコール5回目にして初めて小沢が一人で登場すると、会場は拍手とブラボーの渦と化した。はい、この1984年6月の小沢さんとベルリンフィルとのメンデルスゾーンエリア、何か情報をお持ちの方、ぜひご連絡お待ちしております。そしてもう一つ、ベルリンフィルでオルフのカルミナ・ブラーナ。1988年6月、この時にフィリップスへのレコード録音がされましたけれども、私、本公演ライブを聞いてみたい。しかしこれも今に至るまでは私、出会ったことがありません。1989年12月のベルリンフィル・ジルベスター、大晦日コンサートの映像もあって、あれもすごい盛り上がりの演奏なんですが、1988年6月、最初に関谷慎さんの指導された新誘拐コーラスが初めてベルリンに登場した時のライブですね。これを聞いてみたいんです。そして最後に1984年タングルウッド音楽祭でのボストン交響楽団とのマーラーの復活。これ1985年に制作されたドキュメンタリー小沢の中で印象的に使われる演奏です。まあ部分的にですけれども、そもそもこのドキュメンタリー、このマーラーの復活第二楽章から始まりますよね。そして最後があのフィナーレの一番いいところ、このドキュメンタリーを見ていくからこそ余計にこの演奏が忘れがたいものになっているのかもしれませんけれども、私このライブ全曲を聴いてみたいんです。小沢さんのマーラーの復活って、それこそフルトヴェングラーのベートーベン並みに各地での、しかも1970年代から30年間に及ぶ長期間のライブ音源というのがかなりの数残されています。例えばこの1984年の8月以降もタングルウッドのすぐ後ですね、8月28日のロンドンプロムスに参加した演奏、それからザルツブルクだったかルツェルンだったかで演奏したものがあったはずです。ただやっぱりこのタングルウッドの演奏を聞いてみたいんですよね。実はボストン交響楽団のライブ音源、それも多くは本物のオリジナル、もしくはそれに近いもので所有していた CRAA のブラウンに聞いてみたんですが、どうもブラウンはあまり小沢さんに関心がなかったらしい。 CRAA のカタログを見てみると、クーゼビツキー、ミュンシュ、モントゥ、ラインスドルフは徹底して音源をまとめているのに、小沢さんの音源ってまあそれなりに残されてはいますけれども、もう散発的なんですよね。そしてその音源のクオリティも良くないものが多い。私エアチェック音源仲間に聞いてみたんですが、海外になると日本人のような凝り性の方ばかりではないので、もうアンテナに凝って、チューナーに凝って、デッキやテープの質にまで凝って、なんとか最上の状態でエアチェックを残そうというファンばかりではないですから、仮に残っていたとしても、うわこんな音なのかなんていうことも起こりうる。しかしそれでも私、この1984年8月のタングルウッドの復活に出会えてないんです。本当かどうか、先週まで持ってたのにというコレクターの方にはたどり着いた。この人確かにいろいろ同時期のアメリカのオーケストラ演奏のライブ音源を持っている人でしたから、これまあ嘘ではないと思います。きちんとそれなりのところには当然正規の音源が保管されてるでしょう。公開される可能性があるかどうか、アルトゥスの斉藤さんにリクエストしてみようかなと考えたりもしています。はい、今日は小沢さんへの追悼の意味を込めて、レコード CD になっていない小沢さんの音源をたどりながらお話ししてきました。レコード録音とは異なる小沢さんの本領発揮のライブ、今振り返ってみますと、1980年代90年代にかけて小沢さんが最も充実した取り組みを聞かせておられた時期ではないでしょうか。晩年の安らぎと水の流れのような演奏というのも素晴らしいですけれども、私はやはり小沢さんが力強くオーケストラを導いておられた時代の演奏に惹かれます。小沢さんのご冥福をお祈りいたします。